こんにちは、ジェマです。この動画では動画編集アプリキャップカットを使って2箇所以上複数箇所にモザイクをつける方法をご紹介したいと思います。まあ、結構前にねモザイクをかける方法っていうのは別の動画でご紹介してるんですけれども、結構そっちの動画の方にもねコメントでたくさんこう質問で複数箇所2箇所以上モザイク入れる場合どうすればいいですかっていう風な質問もいただいていたので、ちょっと改めて2箇所以上につける場合のやり方っていうのがね2パターンありますので、それぞれ順番にご紹介できたらなと思います。それでは早速編集画面に移っていきましょう。はい、じゃあ、今回はね複数名この動画の中にいて、今回はちょっと例としてなので、メインの人物にもちょっとモザイクをかけていこうと思うんですけれども、まずはこの真ん中で動いている私ですね、撮影している私のにモザイクまず1つ目かけて、その後この前から歩いてきた、人物にモザイクをかけていくっていう風なやり方で説明できたらなと思います。じゃあまず1つ目のモザイクの作り方はですね、この動画モザイクをかけたい動画っていうのを一旦複製してコピーしていきたいので、下の段のこの端の右の方にあるコピーを押しましょう。はい、でこの後ろに同じものがこうコピーされてますので、後ろに追加されたコピーされた動画の方を選択していただいて、下の段にあるこのオーバーレイっていうのを押します。はい、するとこんな感じで下の段に今ね複製したものがおりますので、この複製したものを長押ししていただくとこんな感じで右左に動かすことができるので、ぐーっと前の方まで持ってきて上の動画と全く同じ位置から開始して重なるようにしておいてください。で一旦これ戻るボタンを押していただいて、ここからなんですけれども、モザイクの、ブラーってい う, こうボケた感じのエフェクトをかけていきます。じゃあ下の段のエフェクトを押していただき、動画エフェクトっていう方を押しましょう。でいろいろあるんですけれども、今回はこの基礎っていう項目の中にあるこのぼかしっていうものを使います。もしくはこっちのねモザイクってい う, こう完全にモザイク柄になったものとかでもいいかなと思うんですけれども、今回は自然な感じでぼかしたいのでぼかしで説明していきます。ではこのぼかしを押しましょう。一応この調整っていうところでねぼかし具合を完全に 100% にぼかしたりとかっていう風に調整もできるので、一旦100にしておきましょうかね。はい、後からでも変えれますので一旦100にしておいてください。でチェックをつけます。でこのぼかしのエフェクトっていうのが今3秒しか表示されてない状態なので、これを後ろの白いところをタップして、ぼかしたい全体とかにですかね伸ばしておいてください。見てお分かりの通り、今これエフェクトかけたんですけど、画面上はね特にボケてなくってどうなってるのかってわからないと思うんですけれども、今メインの動画があって、そこに複製してコピーしたものを上に乗っけてるんですけれども、このぼかしのエフェクトは元の動画の方にかかってる状態なので、コピーしたものが上に乗っかってるせいでこのぼかしがね適用されてないかのように見えちゃってるんですね。ちょっと言葉だけでは分かりにくいと思うので実際にやっていきたいんですけれども、このぼかしのエフェクトを選択したら下の段にオブジェクトっていうのが出てきます。なのでこのオブジェクトを押しましょう。はい、でこれが今お話しした内容なんですけれども、このメイン動画、もともと入れてたメイン動画に今この青い枠線で囲まれているチェックがついてると思うんですけれども、こっちにぼかしのエフェクトがかかっているっていうことなんですね。なので今複製して上に重ねて乗っけてるこのオーバーレイっていう方にぼかしのエフェクトをかけるっていう風に選択していただくと、はい、こんな感じで上に乗っかってる複製した方の動画にぼかしのエフェクトがかかったっていうことになります。はい、でこれだけだと画面全体にぼかしがかかっちゃってて何のこっちゃわからないので、ここからマスク機能っていうのを使ってぼかした位置だけをこうねくり抜いていきたいと思います。はい、で一旦これ戻っていただいて、じゃあねこれ上にこの涙型、反対涙型のマークがあって、これがコピーした複製した動画なんですけれども、ここを押していただくと、はい、こんな感じで現れますので、この下の段にある動画っていうのをまず選択しましょう。で下の段にあるこのマスクっていう機能を選択していただくと、いろんな形がありますので、今回はサークルの丸でいきたいと思います。はい、するとこんな感じで丸で囲われたところにだけぼかしがかかっている感じになります。なのでこの大きさをね動画を先頭に合わせてもらって、この真ん中の人物だけにぼかしをかけたいので、ここでサイズがね合うようにしていただきます。はい、でこれでチェックをつけましょう。はい、じゃあまずこの動画の先頭ではこのぼかしがね人物の上にかかっているような状態になります。でここから、動いたりするんでね、このぼかしからはみ出てしまうんですね。なのでこれはキーフレームっていう機能を使って、このねぼかしの位置っていうのをこうどんどん移動させていく設定をしていきます。じゃあ、このキーフレームの使い方ですね。じゃあまずこの動き始めるこの
ぼかしから出てしまう、お尻が出てしまう、ここで一旦真ん中のキーフレームっていうひし形のマークを押します。はい、でこの位置で、まあ、ここのぼかしの位置がここですよっていう記憶がされたような状態になります。で次ちょっと動画を進めてもらって、こんな感じではみ出したところでもう一回キーフレームを打っていただいて、下の段のこのマスクをもう一回押します。するとこのマスクの位置っていうのを、ね、移動することができるので、人物このぼかしたいところに合わせてこのマスクの位置っていうのを移動していきます。大きさもねここで変えていただくことできますので、まあ、そのぼかしたいものの大きさに合わせて大きさも変えていきましょう。はい、でチェックをつけます。するとどうなるかというと、このひし形打ったところから打ったところにこんな感じでぼかしがね移動するんですね。なのでこの後後半もね同じように移動してはみ出たところでキーフレームを打っていただいて、下の段のまたマスクを押していただいて、マスクの位置を移動させるっていう風な順序を繰り返してやっていきましょう。するとここでね見ていただくと、再生すると、はい、ちゃんとこのぼかしがぼかしたいものに追従しているのが分かりますね。はい、じゃあこれまず1個目のぼかしを入れた状態がこれで完成しました。なのでここからね今日のメインテーマである2つ目の、ぼかしを入れる方法なんですけれども、まず1つ目のやり方からやっていきます。じゃあ一旦戻っていただいて、でぼかしたいものが、まあ、最初からあったらいいんですけれども、もしここからぼかしたい、この人物が現れるここからぼかし始めたいっていう場合は、一旦ねちょっとややこしいんですけれども、ここで分割しておきましょう。でここからぼかしたいので、こちらをまた同じようにねコピーして、オーバーレイに移動させてぼかしをかけるっていう、まあ、先ほどの、工程を繰り返し行う感じですね。同じこのプロジェクトの中で同じ工程を繰り返すようなやり方になります。一回ちょっとやってみましょう。じゃあこの後半のぼかしを追加したい、2個目のぼかしを追加したいところっていうのを選択して、下の段のコピーを押します。でこのコピーされた方を選択していただいて、下の段のオーバーレイを押します。はい、するとね2段目に移動するんですね。で2段目は何があるかというと、さっき1個目のぼかしをねコピーしたものがここにありますので、さらにこの下の段に今2個目のぼかしたこちらの素材っていうのを移動させます。なのでここを長押ししていただいて、下にねこうずらすと、はい、こんな感じで簡単に3段目に移動することができますので、まあ、ぼかしたいもの2つ目の位置に当てはまるようにこの3段目にこのコピーっていうのを移動させましょう。ちょっとねだんだんややこしくなってきます。ちょっと頑張りましょう。はい、じゃあ一旦戻っていただいて、この2つ目のですねぼかしをかけたい位置にこのバーを合わせていただいて、同じようにエフェクトを押します。で動画エフェクトを押していただいて、同じく基礎の中からぼかしを押します。でこの調整もう一回押して、まあ、100% に一旦しておきます。でチェックを押しましょう。はい、で下の段のオブジェクトですねを押していただくと、今またねメイン動画一番最初に入れた元の動画にこのぼかしがかかっちゃってる状態なので、ここでオーバーレイ2つ目、これちょっと同じねオーバーレイなんで分かりにくいんですけれども、まあもう3段目なので一番右のものですねのオーバーレイを押していただくと、はい、また全面にぼかしがかかります。じゃあここまでできたらもう分かりますよね。また一旦戻っていただいて、涙反対涙型を押して、ここにマスクをかけていきます。はい、下の段のマスクを押します。でサークルとかね四角正長方形とかを押しましょう。はい、するとね2つ目のこのぼかしが現れますので、また動画のこの先頭かな、ぼかし始めたいこの先頭に持ってきてもらって、大きさとかをね調整してこのぼかしたいところに合わせます。でチェックを一旦押しましょう。でここからキーフレームで動かしていきますので、はい、真ん中のひし形マークを押していただいて、ちょっと移動してこんな感じ人が、はみ出ちゃったところでまたキーフレームを押し、下の段のマスクを押して位置を移動させましょう。はい、っていう感じでどんどんね繰り返して、はみ出たらキーフレームを押してマスクを移動させる、大きさもちっちゃくするみたいな感じで、どん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 、はい、はみ出たら押してマスクを移動させるっていう風なことを繰り返してやっていくと、はい、再生してみましょう。4つ目のぼかしがあって、でここから2つ目のぼかしがちゃんとかかっているっていう感じになります。これがねまず1つ目のやり方になります。ちょっとこれ今2個までだったら結構ねまだギリ複雑、若干複雑なんですけどいけるかなっていう感じなんですが、これもし3個4個5個ってぼかす箇所が増えてくると、このやり方だとねもうめちゃくちゃこの段数
2段目3段目4段目っていう感じで下にこうね複製するものが増えていく感じになりますので、まあ、そういった場合はもうちょっとね手間はかかるんですけどシンプルなやり方っていうのをこの後半ご紹介したいと思います。はい、じゃあここから2つ目のやり方やっていきましょう。どっちかっていうと、まあ、2つ紹介しておいて何なんですけど後半の方がまあ失敗はしにくいかなっていう感じなので、もしねかなりこうぼかす箇所が増えて多くなってくる場合とかは2個目のこのやりこれからのご紹介するやり方を試してみてください。じゃあ、次のやり方は、1つ目のぼかしのをかけるのが完了したところからねやっていきたいと思います。これね1つ目のぼかしがかかった状態ですね。はい、でここからどうするかというと一旦この一つぼかしをかけた動画っていうのを上のねこの上向き矢印で書き出しエクスポートしていきます。一旦完成させちゃう感じですね。もう一個ぼかしたい箇所あるんですけども一旦書き出していきます。なので右上のこの矢印を押していただいて一旦エクスポート保存していきましょう。はい、で完了していただきもう一回この新しいプロジェクト、新規プロジェクトを開きます。はい、それでは今保存した一つモザイクをかけた動画があると思うので、これを選択して追加していきましょう。で、これはまあ言うまでもなく先ほどつけたね一つだけぼかしがかかった状態の動画っていうのが今入っております。なのでこれね今回だったら後半ここからね2人目の人物が現れるここからもう一人の方にぼかしをかけたいと思いますので、このぼかしが必要な箇所の先頭にこのバーを持ってきていただいてここでね一旦動画をカットしていきましょう。分割していきます。なので下の段の分割を押していただいてこの後半ねぼかしをかけたいところだけが選択できるようにしていきましょう。はい、でこれにねぼかしかけたいのでまた下の段のコピーを押します。はい、すると後ろにね同じように複製されたものが後ろに現れますのでこれを選択していただいて下の段のオーバーレイを押します。はい、でここからはね同じなんですけどまたこのオーバーレイで下の段に映ったものっていうのを長押ししていただいて前にスライドさせていきましょう。で今回はね先ほどは一番先頭までこうスライドさせたんですけれども今回はこの後半にだけぼかしをかけたいのでこの複製したものっていうのを上とねぴったり合う位置に移動させてください。はい、で一旦戻ります。でこのぼかしたい先頭の位置にバーをまた持ってきていただいてエフェクトのぼかしをかけていきたいのでエフェクトを押して動画エフェクトを押します。で基礎の中にあるぼかしっていうのを押してもう一回調整を押してねここは 100% にしておきます。はい、でチェックを押しましょう。でこれもしねもっと動画長い場合は後ろにここ伸ばしておいてください。でこれね先ほども言ったんですけれどもメイン動画にこのエフェクトがかかっているので今この状態では上に複製したものが乗っかってるせいで特にね全体的にボケてない動画になってます。なので下の段のこのオブジェクトですねを押していただいてこれのオーバーレイという方を押してください。はい、するとまた全体にねぼかしがかかりました。もうこれはね先ほども何回もやってるのでここからはちょっとねささっとやっていきたいと思います。じゃあ下一旦戻っていただいてまた上の涙反対型のものを選択し、コピーした方ですね下の段のコピーしたものを選択して、下の段の、マスクを押します。でサークルとかね四角とか押していただいてこのねサークル型とかっていうのをぼかしたい位置に合わせていきます。はい、で一旦チェックをつけて、先頭の位置でね今回はここから次人物が見えてくるのでまたキーフレームを一つ打ちましょう。はい、でちょっと進んで人物が全てね見えてしまったところでもう一回キーフレームを打っていただき下の段のマスクを押してこのねマスクの大きさだったり位置っていうのをどんどんこう変えていきます。はい、できました。これで見ていただくとこんな感じです。最初1人だけにぼかしがかかっていて後半からここね2人目にぼかしがかかるっていう感じになっております。はい、っていう感じで2つ目のやり方は以上になります。まあ、1つ目と2つ目のやり方は何が違うかというと1つのね同じこのプロジェクト内で全部完結してしまうか一旦書き出しをして再度新しいプロジェクトに入れて2つ目のぼかし3つ目のぼかしとかっていうのを入れていくっていうこの違いになります。まあ、1つのプロジェクトだけでね終わらせてしまうっていう風なやり方もありかなと思うんですけれども結構正直ねごちゃごちゃにこう複製ってしていくので、まあ、どんどんぼかしの数が増えれば増えるほどややこしく
ごちゃってくるんですね。なので一旦、一つぼかしをかけたら書き出しをして、新たなプロジェクトでその動画を開いてもう一個ぼかしをかけていく。で一旦また書き出しをして、また新しいプロジェクトのその動画を入れて3つ目のぼかしをかけていくっていう感じでやっていただく方が結構ね、失敗はしにくいんじゃないかなと思いますので、ご自身に合った方のやり方でやってもらえたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は2つ以上複数箇所にぼかしをかけるキャップカットでのやり方をご紹介させていただきました。1つだけかける場合だったらね、前回ご紹介した動画の分で全然大丈夫かと思うんですけれども、結構ね2箇所以上にかけたいっていう方も多いのかなと思うので、そういった場合は今日ご紹介した2つのやり方のどちらかを使ってもらって、ぼかしねぜひかけてもらえたらなと思います。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックのスポンサーでお送りしました。今回の動画少しでも参考になった、よかったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントをいただけますとすごく励みになります。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。